はい、皆さんこんにちは。伊賀屋の寺澤です。はい、もうですね、長い期間ちょっと撮影ができなくて動画投稿もアップできなかったんですけれども、やっとですね、子供たちが夏休みが明けて学校が始まったので、今伊賀屋の定休日に撮影ができております。はい、待っていただいた方がいるかわからないですけれども、伊賀屋の動画投稿を待ちわびていただいておりました方が、もしそんなレアな方がおりましたら今まで大変申し訳ございませんでした。はい、でですね、動画を撮影できる時にどんどん撮っていきますので、これからは定期的にアップができると思われますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、今日はですね、もっと早くやらなければいけなかったんですけれども、こちらラタキャップですね。ラタさんのラタキャップ、こうやってアイスティックピコのバッテリーキャップを平らにして、23ミリ以上24ミリ以上のものをアイスティックピコ 75W に乗せられるようにしたりとか、アイスティックピコ 75W をよりコンパクトにできてしまうというラタキャップですね。こちらのご注文を以前から楽天市場にてご予約注文をいただいておりますお客様が5名様ではありますけれども、まだ発送ができておりません。大変申し訳ございません。伊賀屋がですね、楽天市場から退店してしまったので、どうしても発送先がわからなくなってしまっております。という原因で5名様だけまだ発送ができておりません。納品ができておりません。それについて、例えばですよ、実在はしませんけれども、その5名様のことではないですけれども、東京都の木下様、何々県何々様、北海道木下様言いましたね、北海道鈴木様とか、そういったフルネームではなくて都道府県と名字だけを各 SNS で公開をさせていただいております。例えば東京都木下様って言ってもいっぱいいますんで、その個人情報のどうのこうのにはならないと思いますので、そのような公開はさせていただいております。フルネームではなくて、例えば長野県寺沢様とか、そういう風に5名様の都道府県と名字だけを公開してご連絡をお待ちしております。もしお心当たりのある方がおられましたら、楽天市場伊賀屋からこちらのラタキャップをご予約注文いただいたのに、まだお手元に届いていないというお心当たりのあります方は、ぜひチェックをしていただいて、大変お手数ではございますけれども、伊賀屋の方にご連絡をいただけましたら幸いでございます。このようなこと本当あってはならないことなんですけども、どうしてももう5名様だけは今の時点でご住所がわからないです。何卒ご連絡のほどよろしくお願いいたします。という今日はこういう内容の動画なのですけれども、ぜひその周りの方もそのようなお心当たりがございます場合は、そのご本人様に意外はここを言っているよとお伝えいただけましたら幸いでございます。では今日はこの辺で、さよなら。